今日はですね、もう家にいるだけでちょっと気分が悪くなっちゃってやばいと。なんかね、家にいると集中できないみたいな気分が悪くなって体調悪くなった方いると思うんですが、これのですね、対策をやっていきたいと思います。皆さんの家にいい菌がちゃんと繁殖できてるとシックハウスにならないんですね。腸内環境が悪くなるとダメージが大きくなったりするんですよ。悪い菌がいるんだったら殺菌すりゃいいんじゃないか。これ最悪ですね。菌のバランスが崩れてることが問題なんですよ。体を洗いすぎたりとか手を激しく洗いすぎるのっていうのも結構問題なんですよ。外からね、適度に菌を持ち込むっていうの実は大事なんですね。空気中の有害物質っていうのは植物がクリーンにしてくれるわけなんですよ。では最後第1位、これ究極の最小利です。僕は絶対家を買わないって言ってる理由はこれなんですよ。じゃあやっていきましょう。はい。皆さんご存知の通り、シックハウス症候群ってよく聞くと思うんですが、ホルムアルデヒドだなんだとかって、これは何かっていうと、家とか部屋とかオフィスとかに漂っている悪い細菌、まあ、カビとかね。はい。そういったものが作り出す毒素だったりだとか、あとは化学物質、そういったものがですね、体調に対してダメージを与えるっていう、そういう現象をシックハウス症候群というふうに言うわけなんですよね。ちなみにこのシックハウス症候群って、腸内環境が悪くなるとダメージが大きくなったりするんですよ。だから腸内環境が整った時にですね、この要するに外から入ってくるね、悪い細菌の影響ってのが減ってくるので、腸内環境を整えるとこういった症状が治ったりとかもするんですけれども、基本的にはですね、めまいだったりだとか、あとは疲労感を感じたりとか、頭痛が起きたりとか、集中力の低下が著しくなったりとか、喉とか目がひたすら痒くなったりとか、あと咳が止まらなくなったり、ひどい場合は寒気を感じて熱が出るみたいな、そういったことまで起きるのがこのシックハウス症候群なんですよ。だから意外と特定の場所で感じる体調不良ってこと、シックハウス症候群の可能性があるわけなんですよ。はい。でね、腸内環境ってよく言う通り、腸の中にいい菌がいると、僕らっての体って健康になりますよね。実はこれ家も同じで、皆さんの家にも菌はいるんですよ。で、皆さんの家にいい菌がちゃんと繁殖できてるとどうなるかっていうと、悪い菌が毒素を出したりとか空気中にしないので、シックハウスにならないんですね。ところが家の中にいる菌があんまりいい菌がいなかったりだとか、そもそも菌が少なかったりとかすると悪い菌がちょっと入ってきただけで、もうすぐに悪さし始めたりとか、するわけなんですよね。すごいですよね。はい。実際にね、シックハウス症候群がね、よく起きるのはカビ毒で、ちゃんと整備されてないでさ、建物とかに行くとカビ臭いじゃないですか。あれね、カビ臭さを感じなくても、わずかにいるそのね、悪いカビが作ってるアスペルギルスフラブスとかなんかいろいろあるんですけど、カビの菌でね、そういうのが出してるこう毒、を吸うことによって、シックハウス症候群が起きちゃうことがあるわけなんですよ。じゃあこのシックハウス症候群なんですが、心当たりある方、どうすれば対策できるのか。今日はですね、これをトップ5ということでやっていきたいと思います。はい。それでは、シックハウス症候群対策第5位です。洗いすぎやめてください。はい。って思った方いらっしゃると思いますよね。悪い菌がいるんだったら殺菌すりゃいいんじゃないかと思っちゃう方いらっしゃると思うんですが、これ最悪ですね。除菌製品とか薬用製品はむしろ禁止なんですよ。なんでかって言うと、さっき言ったみたいに、皆さん腸内環境が大事って言って腸をきれいにするために腸を除菌しますか？超除菌したら人間死にますからね。はい。なんでかっていうと、問題は、菌のバランスが崩れてることが問題なんですよ。無菌室にすればいいってわけじゃないんですね。いい菌を増やすことによって悪い菌を減らすのがすごく大事なのに、もう家の周り全部除菌やりすぎちゃったりだとか、薬用製品ばっか使いすぎちゃったりとか、洗剤使いまくるとか、そういうことをして、家の中はあまりにも、こう、洗いすぎてしまうと、あるいは自分の体とか洗いすぎてしまうと、結果的にですね、いい菌が、減ってしまって、室内のですね、悪い菌とかカビとか、そういうものの温床になっちゃうわけなんですね。逆にね、面白いですよね。だから体を洗いすぎたりとか、手を激しく洗いすぎるのっていうのも結構問題なんですよ。なんでかちょっといい菌って外から持ち込まれるんです。はい。例えば空気中を漂ってきてもそうだし、例えば外に行って子供がね、土遊びをしてきました。あと森の中で、そうすると森の中にいい菌を子供持って帰ってきて、それがまあ家の中で繁殖するわけですよ。で、結果的に悪い菌とか感染症を引き起こす菌とか毒素を作り出す菌とかをそいつらが退治してくれるから、だから外からね、適度に菌を持ち込むっていうのも実は大事なんですね。だから洗いすぎると腸内環境と同じでいい菌がなくなっちゃうよってことが分かってるんですね。面白いですよね。意外とシックハウス症候群を発症する部屋って微生物の数が少ないんですよ。微生物の種類とか数が少なくて、カビとかそういう良くない微生物がちょっといるんですよね。で、こいつらが悪さをしちゃうんで、いい菌を取り込むってことが大事なんですよというですね、意外な解決策でした。続いて第4位です。はい。換気を良くしてください。はい。大気中にも微生物ってのはいまして、換気することによって外から
からいい微生物が入ってきたりとか、あとはカビの繁殖とかを抑えることが、できますね。やっぱり換気が悪いと、このカビ毒ってかなりやばくてですね、やる気をね、なくすだけじゃなくていろんなデメリットがありまして、こういったカビ毒がですね、やっぱり、繁殖しやすくなっちゃうわけなんですよね。で、さらにですね、エアコンの問題もありまして、僕エアコンをしょっちゅうね、クリーニングするのが大事なんじゃないかと、毎年ね、やった方がいいんじゃない、シーズンの前にやと、いつも言ってるんですけど、このエアコンに繁殖してしまったカビ、これがですね、エアコンにするとわーってこれね、カビ毒が舞ってしまって、これが意外とシックハウス症候群の原因になったりするんですよ。あとは揮発性の有機化合物、インクとかペンキとか、まあ新築の部屋とか行くとちょっと頭痛くなる人とかいると思うんですけど、まああれなんかはね、やっぱり換気しまくって、とっとそのね、有害な物質を外に出しちゃうと大気中に散らしちゃうってことしかできないと思うんで、環境を良くするのもおすすめでございます。睡眠の質とか集中力も上がりますからね、二酸化炭素濃度も減りますし。はい。では続いて第3位、観葉植物ですね。NASA のクリーンエア研究のね、研究結果をこの前ご紹介しましたけれども、やっぱそこまでも言った通りですね、空気中のやっぱり有害物質っていうのは、植物がですね、クリーンにしてくれるわけなんですよ。で、しかもこの植物は、当然土と一緒ですよね。この土の中に、いい菌とかがですね、いて、わざわざね、子供をね、外にドローン遊びさせてですね、家に菌を持ち込んでもらわなくても、観葉植物を置くことによって、いい菌をですね、家の中に広げることができますので、観葉植物はぜひ置いてみることをお勧めいたします。はい。では続いて第2位。はい。外に出て土いじりしましょう。とはいえ別に土をただいじったりとか、ドローンになる必要はなくて、ガーデニングとかでいいわけです。あとは森に遊びに行くとか。はい。別にね、土の中に手を突っ込んで、そのままで、ね、手洗わないまま家の中のものをベタベタされる必要は全然なくて、普通に森の中とか、ね、土がある場所に行ったら体にね、空気中を漂ってるんで、そういう菌って。それ付着しますから。それを持って帰ってくることができるので、ぜひですね、ずっと家にいるわけではなくて、外に出てですね、ガーデニングをしたりとか、ね、森林浴をしたりとかして、いい菌をですね、家の中に持ち込んでみてください。というわけで第2位が外に出て土をいじるでした。はい。では最後、第1位。これ究極の最小義です。ここまで全部やってもダメだったら、全部やってもアレルギーとか、皮膚炎症とか肥満とか、そういったものが出ることはあるわけなんですよ。はい。で、実際にね、この、シックハウス症候群のですね、ダメージってすごくでかくて、2008年にロンドン大学が出したレビュー論文とか見てみると、人間のね、住んでる環境の微生物のですね、状況がだいぶ変わってしまったよね、と。で、その結果、先進国では、一見小綺麗な家なんだけれども、免疫機能が低下したりとか、アレルギー症状が増えたりとか、慢性的な炎症が起きたりとか、老化が進んだりとか、あとね、神経炎症が起きたりとか、動脈硬化とか、うつ病とか、そういったいろんなものが炎症性の物質のせいで起きてるわけなんですよ。で、これが、ノーラシックハウスと原因、関わりがあるらしいと。カリフォルニア大学の研究とか見てみると、やっぱり1歳になる前、までにですね、いろんな菌に触れなかったという人、要するにシックハウスの中で育っちゃった、あるいは悪い菌がいなくても、いい菌とあんまり触れ合えなかった、子供たちっていうのは、3歳になった時に、喘息を発症する確率が異常に高くなったりとか、するっていう研究があったりとか、あとは生まれた直後にですね、シックハウスで、短期間、育てられた子供っていうのは、9歳以降に肥満児になる可能性が高かったりとか、そういうことが起きてるわけなんですよ。だからどうしてもやっぱりカビとかね、倒すことが難しいので、そういう家に住んじゃうと、なかなか難しいわけなんですよ。なんで究極の対策はこちらです。ただ、もう最終奥義は引っ越ししかないですね。はい。ぜひ引っ越しましょう。はい。やっぱどんなに一生懸命いい食生活をして定期的な運動とかをしても、家がシックハウスだったらさっき言ったみたいに炎症性の物質をバンバン空気中から吸い込むことになっちゃうんですよ。で、当然運動とかね、食事とかの影響ってのはプラスがあるんだけども、家って結構ずっといるもんだし、普通の人だったら3分の1は寝室で寝て過ごしますよね。だからここがシックハウスだったらもうどうしようもないので、もう最小限が引っ越ししかないんです。だから僕は絶対に家を買わないって言ってる理由はこれなんですよ。なんでかっていうと、ずっと維持できるとは限らないし、老朽化してきたらシックハウス化してくるんで、やっぱりだんだん。だから僕は常に家は買いたくないって言ってるんですけど、そういう理由でもあるわけなんですね。はい。ぜひ気をつけてみてください。というわけでですね、今日はいろいろご紹介しましたが、でもこういったね、いろいろシックハウス的なダメージとかを腸内環境の改善だったりだとか、体内の炎症対策である程度カバーすることは可能です。はい。それをするための方法としてはですね、やっぱり自然の力を上手に使うのがすごく大事で、自宅でもですね、人工的に自然を作ってですね、僕らの集中力とかやる気の低下とか、まあ、軽めのシックハウスにですね、抗うということは全然できると思います。で、このやり方をですね、番組の概要欄の方、あるいはこちらのボタンの方から D ラボの方で紹介してます。ぜひチェックしてみてください。概要欄の方から合わせてですね、今日のおすすめのですね、蘇った王の前にラボリーも紹介してます。ぜひチェックしてみてください。あとは無料のオーディオブックのリンクも概要欄に入ってますね、合わせてチェックしてみてください。はい。ということで、今日の放送は以上です。はい。続きはこちらのボタンの方から D ラボでお待ちしてます。バイバーイ。